56号では室内灯とドアスイッチの取り付けをします。組み立てガイドでは紙面の関係上説明しきれない部分もあるので、この動画で紹介させていただきますので参考にしてください。今回付属するパーツです。今回もネジ類や取り置きパーツは板木をして整理しておきましょう。最初に室内灯をフレームのトップにはめ込みます。2本の突起が出ている方が後方になるように取り付けてください。その上に LED 固定パーツをはめ込みます。突起に合わせてしっかり奥まではめてください。そこに LED を取り付けますが、ケーブルは後方にある穴にコネクタを入れて、ケーブルをボディフレームの内側に回しておきます。次にドアスイッチの取り付けです。まず赤とグレーのケーブルのついたスイッチを右側に取り付けます。スイッチ部分を四角の穴に通し外側に出します。そうしたらスイッチから出ているケーブルを折り曲げながら下の穴に入れます。内側からコードを持って、このようにスイッチの角の三角部分が出ていて、スイッチのレバーがドア側のくぼみ部分に合うようにしておきます。次に右側用のスイッチカバーを突起とネジ位置を合わせてかぶせます。少し強めに押し込むとスイッチがしっかり固定されるので、付属の AA タイプ 4mm ネジで留めます。左側も同じ要領でグレーのケーブルのついたスイッチを取り付けます。まずフレームの四角い穴にスイッチを入れ表に出します。そうしたらケーブルをスイッチの下側へ回すようにして下の穴に差し込みます。たるんだケーブルは中に引き込んでおきます。内側からケーブルを持ってスイッチの位置を決め、左側のスイッチカバーをかぶせネジ AA で固定します。内側のケーブルはなるべく小さくまとめておいてください。次にボディフレームカバーを左右に取り付けます。カバーの突起とボディフレームの穴を合わせはめ込みます。多少浮いてしまう部分があるかもしれませんが、後の工程でボディパーツと一緒に固定されるので問題ありません。最後に室内灯やスイッチのケーブルを整理して、後の作業のためにボディフレームに固定しておくといいでしょう。これで56号の作業は終了です。